酒、味噌、醤油、みりん、焼酎、そういうものを使うときには必ず麹菌だとか酵母だとか乳酸菌を使うわけなんで、私どもはそういう種菌を専門に作っている会社です。稲を栽培するときに結構消毒するんですよね、種もみを。それをカビで消毒しようと。まだ見つかってないものっていうのはかなりあると思いますので、それを見つけるのもうちらの仕事ではないかなと思ってますね。古い技術の中に何か新しい切り口を見つけて新しい展開していくと、それがやっぱりこれから100年生きていくキーワードになるんじゃないかと思いますね。